ようございます。おはよう。これ今どこ向かってるんですか？いや、これからあの熱海に行こうかなって。熱海で。熱海で今日はトレーニングですか？今日はあの高村塾恒例のはいラントレの日なんです。地獄のラントレ。え、熱海でランニングのトレーニングがあると。トレーニング海走ったり山行ったり。はい、そう、熱海トレーニングは、まあ、試合までに本当はいつも合宿でやるんだけど、今回ちょっと合宿できんから2日に分けてちょっとあのやります。じゃあこれからそのトレーニングの様子を密着させてもらうんで、今日は熱海に来ました。あっち見て、そう、あそこであの大体トレーニングやるんですけど、まあちょっと緊張してるんですけど、まあ気合い入れてやっていきたいと思います。その緊張は何の緊張なんですか？いや、めちゃくちゃきついから。恐怖心。そう、恐怖心乗り越えるために、なんかこういうの乗り越えて強くなるっていう、だからそのためのわざわざ熱海に来てやるんだよね。じゃあ今日はトレーニングを今から撮影していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ天気持ちますように。熱海合宿始めます。せーの、はい、お願いします。お願いします。よし、怪我ないように頑張ろうね。はい、はい、このまま2本目。今やってるトレーニングはどんなトレーニングなんですか？はい、今日は、ワンデートレーニングって言って、普段は2泊3日とか3泊4日で合宿するんですけど、ちょっと時間がなかったので1日かけての走り込みで、今日は最初は砂浜ランを約10キロかな、でそれやった後にダッシュしたりとか、引っ張り合いしたりとか、まあ、そういった下半身強化とかフィジカル面の強化をするための今日はトレーニングです。はい、はい、7本目、はい、ゴー。全力全力全力、まだ出せる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 、出せる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 、はい、はい、OK。こういうのもね、あの一番に勝ってくるっていうのに意味があるっていうのを、まあ、教えてくれたんだけどね。それを意識して常に走られて、そう、やっぱそれが違うだけで多分なんか違うっていうか、なんかそれで救われた部分もめっちゃある。一番になんなきゃっていうね、全部で。自分のところに来た当初よりはこうフィジカル面も伸びてるし、まあ、気持ちの面でも成長してるかなとも思うし、まあ、試合にしてみればね、結果が全てだから何とも言えないですけど、ただ彼自身のポテンシャルはまだまだあるから、こう伸びしろはあると思ってやってます。
彼自身も伸びてる部分はもちろんあるので、そこをうまく活かせるような、こう心技体のバランスが取れるようなトレーニングと彼の心の持ちようをしていくといいかなと思ってます。ほら、はい、引きずってこい、引きずってこい、引きずってこい、ほら後ろ向けて、おい、はい、2本目。はい、行きます。はい、よーい、ゴー。はい、ゴー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 。はい。スプリットになってない、しっかり飛ぶ。飛ぶ。そう、飛ぶ。一個ずつ、一個ずつ、まっすぐまっすぐ、膝まっすぐ、ガニ股にならない。そう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 。そうそうそう。はい。はい、はい、はい、ジャンプ。はい、はい、はい。おい、何やってんの、バオ。はい。おい、何やってんの、おい。はい、はい。はい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 。やっぱ毎日本当、まあ、正直不安だし、いろんなプレッシャーがあるし、やっぱその自分に自信をつけるっていうのはやっぱトレーニングしかないと思ってるんで、まあ、きついトレーニングやって、まあ、それ乗り越えて自信をつけるためにやってるっていう感じですかね。やっぱその名古屋から東京出てきた時に、いやベルトを巻くって言ってもう東京に出てきたし、まあ、それを本当、まあ、実現させたいっていう気持ちが一番あるし、あとやっぱもうみんなにベルトを見せる見せるっていうことも約束ずっとしてきて、みんなに約束も果たせてないし、まあ、自分の中でももう取るって決めたことはやっぱ諦めずに最後まで取りたいって思うし、もうみんなにも見せたいっていう気持ちがやっぱずっとあるんで、やっぱそれが形になるものってのはやっぱベルトだと思うんで、ベルトを巻きたいっていうのはずっと変わらずですかね。午前の部の練習終わりましたけど、どうでした？結構見るからにきつそうでしたけど。いや、きつかった、マジで。なんかね、やっぱ砂浜はちょっとなんか足が持ってかれて、あ、めっちゃ皮めくれたし、テーピングしてたもんね。そう、なんか普通に走るのとやっぱ違うね。うん、ありがとうございました。はい、後輩から見て達也の存在どんな感じですかね。いや、近そうで遠い存在ですかね。まさに恋人のような。そうですね、これバカ野郎恋人みたいな感じです。やっぱ厳しいですか、達也は後輩に。優しいんですけど、締めるとこしっかり締めてくれるんで、すごいいい感じです。あ、いい感じというか、すごい先輩だなと思います。だから天然だなってやっぱ思いますか。ちょっと思うっすね。最後ちょっと達也に一言お願いします。頑張れ達也。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、午後は山トレーニングです。いや、もうね、やばいと思うよ。なんかみんなが経験してきたらここが一番きついっていうから、もう午前中でもパンパンだからね、マジで。まあとりあえずやりきりましょう。ついてこい、頑張ってください。はい、
ずっとベルトです、まあ、それが最後じゃないかもしれないですけど、まずしっかりベルトを巻いてまたスタートライン立ちたいです。